やはり邪魔ですね、この手錠。手錠が邪魔なんで手首を食いちぎってやろうと思いましてね。待て、すぐ止血してやるから。私の話をよく聞いてくれる方でよかった。この一週間私があなたに話し続けてきたことは全てこの瞬間の伏線だったんですよ。あとはあなたの目を見て催眠暗示を発言させるだけでよかった。自分です。ファイナルステージ、私は慎んで。辞退させていただきます。